はい、どうも、お風呂上がりのコバチャンネル小林です。今日はね、以前3日前に、ちょっと卵を醤油とみりんで漬けたのを食べるってあったじゃないですか。で、今日がその3日かな？まあ3日だと思うんで、まあ見てください。どうぞ。まあこのように、まあ汁は抜いたんですけど、もう卵がね、もう黄色いっていうか、もう醤油がこう染みてる感じなんですね。もうね。でね、こちらがポカイ用のスプーンですね。もうアイラブスプーンですね。というわけでね、食べきりたいと思います。だね、これね、ちょっとね、くっついちゃって、ちょっと取れないんですよ。お、うわ、まあこのようにもう、ほら、ちょっと、ああ、今卵黄ちょっと出ちゃいますね。じゃあいただきたいと思います。ちょっと、じゃあ半分。うお、未知の味ですね。なんつうんでしょうか、よくラーメン屋さんとか行くと、その半熟卵って結構食べた時に、ちょっとレア感があるんじゃないですか。そういう感じなんですよ、結構。ああ、もうやだな、耐えちゃった。でも、まあ、味玉みたいで、なかなか美味しいんですけど、まあ、食べてれば飽きる味ですね。ブンブン、トゥデイスコバちゃんズボーイ。プスプ74点。